トリタート・デ・ラ・ピッツラ、1651年版の扉。絵画論は、レオナルド・ダ・ヴィンチが絵画についてという見出しで、ノートに記した文章を集めた文集。趣向は、レオナルドが、ミラノで、ルドビンコス・フォルザに仕えていた頃から書き始められ、後に、彼の相続人となったフランチェスコ・メルチによって、取りまとめられた。この論文は、1632年に、 フランスで最初に出版されたが、メルジニュールバージョンがバチカン図書館で再発見された後、現在知られる形で1817年に改めて出版された。この論文の主な目的は絵画が科学の一つであることを論じることにあった。表現や人物造形に関するレオナルドの鋭い洞察力は、 笑いと泣きについての彼の比較論からも明らかであり、そこで彼はこれら二つの感情の唯一の違いは、表情の動きという意味では、眉の波立ちにあり、泣いている時には、これが加わるが、笑っている時は、眉は、もっと高く広がっていると述べている。1937年、マックス・エルンツとは、カイエダール氏への寄稿で、壁のシミの研究についてのレオナルドの助言がもとで、 耐えがたい視覚的脅迫観念に襲われたと述べた。この論文のすべてのエディションはカリフォルニア大学ロサンゼルス校のエルマーベルト・ダヴィンチ図書館に所蔵されている。趣向はレオナルドがミラノでルドビー・コス・フォルツァに仕えていた1482年から1499年の間に書き始められ、レオナルドの人生最後の25年間にわたって書き継がれた。 後にこの文集に収められた記述は、レオンバッティスタ・アルベルティやチェンニーのチェンニーニからの引用が含まれている。レオナルドは死に際して、ノートルヨで死で相続人となったフランチェスコ・メルツィに、託し、出版するよう指示したが、取り上げられた対象の広がりや、レオナルドの得意な書体のために、その作業は、困難を極めた。メルツィは、 絵画論を成す文章を18冊のノートから集めた。1570年にメルツィが死去すると、コレクションは息子で法律家のオラジオに残されたが、彼はこの2種類にほとんど興味を示さず、その結果それらは散逸してしまった。1632年にフランスでこの論文のバージョンが出版された。1651年にはフランス語とイタリア語による 小6番がラファエロ・デュ・フレスネによって絵画論として出版された。その後、メルツィのバージョンがバチカン図書館で再発見され、この論文は現在知られる形で1817年に初めて出版された。ありがとうございます。